の方が硬いのかな。左はしんどいです、うん、強力じゃないだから、あ、まあまあ、はい、失礼します。結構固まってますか？あら、どういう？そんなしんどくないですか？あ、こっちの方が硬いのかな。左はしんどいです。うん、ね、左の首？ふふ。右はそうでもないんですけど、いつも左ですか？あ、いつも左です、うん、確かに。なんかここが異常に気になります。ここ、これこっちもあるかな。どうですか、腰、圧加減。さっきのところがすごいじわーっときました。こっち。あ、そうそう、その辺です。うん、これが今、横から、横からっていうか、この流れでやっている向き。あ、へー、うん、みんなね、結構こっち側でこうするけど、こっち向きもできると、結構小回り効いていいんですよ、この、フロ骨と境目とか。なんか内臓に響くような感じがします、うんうんうん、と、まあ、まあ私はこれで慣れちゃってるのもあるけど、セラピストさんもこっちの方がなんか立体的に捉えられるとかって言って、こういう風に、うん、ちょっとなんか下がってくるから、うんうん、なんかちょっと分かんなくなってましたっていう人もいたから、ちょっと両方試せるといいかもね。立体そのなんか 棒状というか、うん、ですもんね。そう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 、うん、あとこの腸骨量の際とかも結構入れやすかったり、うんうんうん、そうか、横の方がそしたら意外と便利ですね。そうなんですよ、動きがね、自分の立ち位置もそんな変えずにできるから、うん、なんかね、立ち位置変えたりするとね、なんか触ってる場所が分かんなくなって、うんね、迷子になったりするから。その辺めっちゃ効きます。ね、仙骨、なんか仙腸関節。まあ、まさかそんなところが。本当にしてなかった。うん、移動でね、座りっぱなしもあったんじゃないですか。ああ。新幹線のね。そう言われてた、うん、ずっと。立ち上がってないです、うん、一番やっぱね、同じ姿勢をずっとしてるのが負担ですよね、体は。そうですね、本当ですよね。
さっきの揺らしが、うん、あれが浅いところ横に広がる感じ、うんうんうん、でこれが奥、おなんか一つ深いとこまで行きますよね。うん。うん。で、これで、まあ、表面張ってるとか、カチカチの人とか、まずね、一層目を、表層を緩ませないといけないから、これで、ちょっとこう、うんうん、なんていうかな、準備運動的に温めてあげて、で、置く。おー。全然違う。そういうことか。うん、そう、届くところが変わるんですよね。本当に違う。うん、なんとなくやってるとね、なんとなくで終わっちゃうけど、うんうん、届け先を意識してやると結構変わります。これって何か感じますか？痛い？鈍い？鈍い。鈍い。結構な塊がいます。これ触ってる感覚はあるんですけど、うん、気持ちもいいんですけど、うんうん、鈍いです。うん、だからあの腰の仙骨の響き方と、なんか遠いですね。うん、じゃあ結構古いやつですね。慢性化してるというか。これの方が響きやすいですかね。まあ、なんかよく言われるのが、急性期と慢性期みたいな言い方をして、やっぱ急性期の方が炎症を起こしたりとかするので、割とこう、神経が過敏になってるのかな。慢性化するとね、やっぱ鈍化していくので、鈍くなるし、硬いとね、血流も悪くなるから、さらに神経もね、鈍くなる。そっか、それで、なんか感じるけど感じにくいみたいな。うん、そうそうそう。で、それが血が通ってくると、神経の感覚も戻ってくるので、うん、どう、ちょっと変わりました？うん、変わりました。出てきましたよね。全然さっきとなんか、うん、しっかり感じるようになってます。うんうん、で、緩んでるってことですね。ああ、本当、全然違う。うん、血が巡り始めて、今触った感じの、まあ、完全にコリはなくなってないんだけど、ゴツゴツ具合がこう、なんていうかな、優しくなったっていうかな、丸くなった感じです。うんうんうん、なんか、うん、しっかりと手を感じるって感じですかね。うんうん、でもそういうふうに感覚がね、戻ってくるから、まあ、捉え方間違うとね、感じなかったところが、疲れを感じるわけなので、ね、ちょっと、誤解しなくもないけどね。ああ、全然違う。うん。なくなったっていうのもあったけど。そうなると本当左が。うん。あ、なんか鈍いなっていうのがわかりますね。ほぐれたから、右が。でも右やったからか、最初よりなんかちょっといいかもしれないです。うん。うん。触ってないけど。
感じ方が変わりました。うん。でも反応が早いですね、やっぱり。さっき鈍かったのに。うんうん。めっちゃピーンってきました、今。なんか優しい方がなんかそういう変化を感じれるかもね。なんかギュッてきちゃうと、そっちのね、押された刺激の方ばっかり感じるから。うんうん、でもそれが気持ちいいって。うんうん。なんだろう、思い込み、うん、思い込みね。あとは硬いのはなんか潰すって発想だから、うんうん、なんかその押され潰されてるっていうのが、うんうん、いいって思う、うんうん、でもね、暗黙の了解じゃないですかなんかそういうもんだと思ってました、うん、ね。ふっくらするし、感覚戻ってくるし、そっちの方にね、緩むってね、で、あ、違うって分かった方が、うん、なんだろう、なんだろうな、なんかいい、うん、でもそういうふうになんか自分の体とね、こう向き合うっていうかね、握らってあげればね、変わるからね。なんか強もみでされてる時は、うん、してもらってる感覚がある、うんうんうん、けど、山もみは、うん、ちゃんと自分がわかる、うんうんうん、ですよね、うんうん、なんかされ、され、うん、あ、だからそれが一方通行か、うん、なんかされてるだけじゃなくて、なんか一緒になんか変化を感じられるので、うんうん、なんか共同作業的な、そうですね、本当それ大事、うん、なんか寝かしてくれるところもあるんですけど、うん、優しい揉み方で、うんうん、何でしょうね、気づいたら終わっているのでなんか何がどう変わったんだろうって、うん、なんかまあすっきりしたけど、なんかよく寝たなっていうだけしか、うんうん、そうよね、せっかくだもんね、心地よさの中でね、自分の体が変わっていくのを感じれたらいいですもんね。ただなんかちょっとこう、満足度じゃないですけど、うん、なんだろうな、うん、あ、ちゃんとほぐれたんだっていう実感がちょっと違うかなと思ったと、うんうん、だって、そこそこの間60分のアロマオイルをしに受けに行ったんですけど、うんうん、あ、最初の方はなんか気持ちいいなっていう感じで、スーッと眠りに入って気がついたら終わりで、うん、で、特にまあ、施術中も声かけられることもなかったので、うんうん、眠れたっちゃ眠れたんですけど、うん、なんでしょうね、うん、なんだろう、なんかちょっと、うん、何を言っていいのかが難しいんですけど、うん、まあこんなもんかね強力じゃない、だから、あ、まあまあ、またちょっと、うんうん、眠くなったり疲れたら来たらいいかぐらいで、うんうん、また次もってなるとちょっと私はならなかったですね。どうしてもそこじゃなきゃダメっていうのがなかなかないかもね。あ、そうですね。はい、じゃあ背中こんな感じにしておきます。